段階、状況に適したプレーをやりましょうか。エリアに適したプレーをやりましょう。まずキックオフ、クリティカルミニッツ、話したね。キックオフ、即失点後、チャンス、ピンチの後、ね、ふわっとしないように、飲水タイムで、もしかしたら始まるかもしれない。この後、で終了間際、やっぱりうちは終了間際での失点がすごく多い。だもったいない。いい。だからここをもう一回意識して。OK。ネルソン・マンデラのことは、ね、アパルトヘイト、ね、これに対して、南アフリカの大統領、元ね、彼の言葉、私は絶対に負けない、勝つか学ぶから、ね、前半戦、みんなすごくいい形でやった、ただ、ね、みんな悔しい気持ちもあると思うんだよ、もっと取れたな、そうだよね、ただそれをしっかりいい学びにすれば、ね、次につながる、後半戦につながる、いい、自分の中でできたこと、できなかったこと、必ずある。前半戦、それを後半戦につなげていくためにも、ね、もう一回自分のやるべきことを整理して、それがチームのためになるから、いい、相手も必死だ、相手は絶対勝ち点差を取らなきゃいけない、それはもちろん我々も変わらない、俺あれは上に行きたい、だからこそチームとして一つになってポジティブな声かけして要求して相手より強い気持ちを持って上回らないと勝ち点差は絶対取れない、ちょっとでもピッチ上でふわっとした気持ち、好き、油断、そういうものをしっかり作らないよ、お互いがしっかり声を出して、ね、最後のホイッスルが鳴るまで勝ち点差のために走り切れるの、 OK、 そのためにじゃあ、続いて自分たちがもっともっと上に行くためにもどんどんチャレンジして相手と戦って走って勝って帰りましょう。から指揮を取っています。遠目から打っていく田辺の右足でした。相手の 5-3-2 のブロックをここからどう崩すかですね。ワンタッチの浮き球、うまい、エリア内です。シュートが来る、そうなんですね、はい、まあ、先ほどそのスピードの変化を見せましたけどもね、はい、エリア内倒れる、踏ん張る、爆発機がいきます。ここまで山口のシュートは4本、まだ4枚シュートがありません。梅木落とす、左足のシュート、いやー、若月の左足、やった、先制アウェーの山口です。今シーズンの4ゴール目になりました若月、素晴らしい崩しでしたね、はい、梅木が落として若月左足、
ボレーも、ね、しっかりつなげるというところが大きいですよね。あとはこの2トップの関係ですね、はい、ワンタッチ、ツータッチでの中での、プレーなので、まあ、相手も、ね、寄せてはいるけど捕まえきれない、最後寄せきれない、まあ、フリーで、ね、こうシュートを打たせてしまう中でのこのシュート技術っていうのは、ね、若月選手あります。山口のカウンター、吉岡中央へ、おーチャンス、このパスが通る、川野2人でシュートまで、ね、完結させましたけど、これほどの決定機は、ね、決めないといけないですね、はい、OK、そういう時こそもう一回お互い声出して引き締め直して、でプレスバック、いい、まだ1対0だよ、まだ1対0、2点目取りに行く、ただしたたかに忍耐強く、 OK、やることをはっきりして OK、加藤、加藤、激しい使い合い、立てますが入ります、若月切り返して倒されます。これキッカーとしてはすごくやりづらいですね。そうですか、はい、池上狙っていきます、うん、精度だけではなくてね、ああいうドリブルもあるんですね。そうですね、この体の向きがいいですね、はい、常にボールを相手から遠い位置に置いて、若月の仕掛け、折り返す、流れる、新保が拾う、ナイスさ、ワンモー。
れないでほしいのは、ね、山口に、ね、戻った選手、残った選手、それ、みんなで、取った勝ち点3だということ。皆さんお疲れ様でした。ナイスゲームだと苦しかったと思います。これをまたあと何回も何回も目の前の相手に対してぶつけていきましょう。副長戦、副総理、残っているメンバーを含めて、なんか前期やった時よりなんかこう守備が硬くなってるなというイメージでしたけど、まあ、そこを崩して1点取れたことっていうのは大きかったですし、まあ、天皇杯は1失点しちゃいましたけど、まあ、2試合で1失点っていうのを考えれば、やっぱ守備陣も最少失点を抑えてくれて、リーグ戦ではクリーンシートを抑えて、チームとしてまたこう一つ収穫があったんじゃないかなと思います。いや逆に天皇杯の時は前半プレスうまくはまらなかったですけど、まあ、後半修正したりとか、今日も頭から出た選手とかはすごくこう守備ハードワークして相手のビルドアップに対してしっかり守備ができてたと思うので、そこがこう改善できたのは良かったと思います。相手の攻撃の時間が多かったですけど、もう全然ネガティブにならずに、まあ、まず入った時に失点しないっていうのが一番大事だと思ってましたし、まあそこで全員がハードワークして、もう本当苦しかったですけど、まあ、しっかり寄せるところとセカンドボール拾うところを集中してできた結果がこうクリーンシートに抑えられた要因かなと思います。まあ、前回ホームで負けてるんで、まあ、絶対負けれないですし、まあ、岩城さん、まあ、本当に強度の高いレベルの高いチームなんで、もう一回引き締めてしっかり1週間準備して頑張りたいと思います。ありがとうございました。